おはようございます。速稼塾の久保です。企業の倒産件数が今年は5万件6万件に、迫る勢いだということなんですよね。これね、5万6万倒産するっていうと大きいような小さいようなよくわからないようなニュースなんですけども、こういうふうに考えてみるとどうかなと思うんですよ。企業が倒産するってことは、例えばね、一つの企業で従業員が5人いた場合ですね、1件の倒産が5つの家庭に影響を及ぼすってことになるんですよね。で、5つの家庭でそれぞれ、3人とか4人いらっしゃると思いますけども、じゃあ3人としましょうか、ね、お父さんお母さん子供さん1人と。そうするともうすでにね、1つの企業の倒産が5つの家庭、そしてそれぞれ3人の、ご家族がいるとしたら15人の人生を狂わせることになるんですよね。で、これが5万件ですからね。5万件倒産するということはそういうことなんではないかなと思うんですよ。すごいことになっちゃいますよね。ただでさえ、同じ業界が疲弊して、倒産したりね、企業を縮小する中で、一つの業界に働いていた人が同じ業界内で転職するってことが難しいんで、ゼロになるスキルを覚悟して他の業界に飛び込むことになっちゃうわけなんですよ。で、そうするとね、やっぱり給料的にも待遇的にもかなり苦しいんじゃないかなと思いますけども、ただね、転職できればいいですよ。転職がかなり難しいという状況になってますよね。その中で就職転職っていうものを最初から考えずに、自分でビジネスを起こすってことを考えたらどうでしょうかってことなんですよ。例えばどんな仕事をしていても人材育成っていうのをしたと思うんですよ。部下や後輩を育てるっていうこととかね、あとは会社の経営とかにも関わったと思うんですよ。小さな部門であっても一つのセクションを任されて責任者としてやっていた方とか、一従業員でやったとしても一定の作業のスキルですとか段取りとかね、そういった全体を見るようなことっていうのはあったと思うんですよ。じゃあそういったものを自分で商品にできるかできないか、まさにね、自分の経験をこれからは商品にする時代なんじゃないかなと思うんですよね。ただね、経験ではなくて、ただいただけ、ただなんとなくやり過ごしてだけっていう経過年数を過ごしていた人に関しましては、なかなか突破口を見出せませんので、そうなるとね、私は勧めるのは YouTuber としてこうなったら終わりだよみたいな教訓みたいな、これ逆発想でね、自分のダメなところをどんどん商品にしていくってものも当たってるみたいですよね。ちょっと記事のデータを見てみましょうか。はい、ちょっと記事の方変わりますよ。共同通信、企業の休廃業解散5万件超えも今年見通し、コロナと後継者なんでと書いてあります。2020年に休廃業や解散に追い込まれる企業は全国で5万件を超える可能性が高まってきた。経営者の高齢化や後継者難に加え、新型武漢肺炎の感染拡大による業績悪化が追い打ちとなっているため、消費税増税もあるでしょうね。十数万人の雇用が失われる可能性があり、十数万人の雇用が失われるってことなんですよ。一つの家庭で、その家の主、お父さんがね、仕事にするとして、その仕事が十数万件失われるってことは、これ単純にね、数十万件の3倍4倍になってきますんで、すぐにね、100万人ぐらいの人に影響を及ぼすってことになっちゃいます。ね、100万人ですよ。広島市内110万人住んでますけども、その、政令指定都市の1市、そういうところがね、広島市なら広島市が全員無職状態になっちゃうというね、すごい大変なことになるっていうのが想像できると思うんですけどね。はい、記事に戻ります。十数万人の雇用が失われる恐れがあり、地域経済への打撃や甚大、自治体や金融機関も含めた対策が急務になりそうだ。ということでね、金融機関もやっぱり救済のために金策に対応すると思うんですよ。ただ、返済の見込みがないんじゃないかなっていうふうな見立てをするしかなくって、いわゆるね、貸ししぶりが起きるのは仕方がないことだと思うんですよね。ですんでね、政府の保証がつくということもあって、住宅政策金融公庫さんとかね、それから信用金庫さんとかね、こういったところが今注目を集めてるんじゃないかなと思います。一般銀行ではね、なかなか銀行の担当者責任とかリスケ前提の貸し出しとかっていうので、なかなかね、貸し出せる金額、まとまった金額貸せないんじゃないかなと思うんですよ。例えばね、50万とか100万だったらもうこれね、カードローンでいいじゃないかって話になっちゃうんですよね。難しい審査やったりとかね、何回も何回も銀行に通ったりとかしてやるよりも、で、金利は高いですけどね。で、銀行の方は
きちんとやってくれてると思うんですけども、基本的には断る姿勢でやっていかないと銀行員さんもやってられないっていうところなんではないかなと思うんですよ。さすがにセーフティーネットっていうのがありますけども、責任はね銀行が持つことになると思えば、さあ慎重になることもあるのかなと思いますよね。ということでね、今回は企業の倒産に関して、その背景をちょっと大雑把に探ってみましたけども、やっぱりね5万件の会社が倒産するっていうのは相当なことですよね。であとね、会社っていよいよね行動の限界点を迎えて倒産するとき、夜逃げのように倒産するときと、あとはね余力があるうちに利益を確保して少なくともマイナスが出ないうちに辞めていくっていう形もあるんですよ。かくいう私もね、会社を閉めたり店を閉じるときにリース契約っていうのがあるんですよね。例えば5年リースとかで、私 LED の蛍光灯を入れてたんですけども、残り2年を残してですね、店を閉めたときにそのリースの LED 代金っていうのは払うわけなんですよ。2年間、店はないし、で蛍光灯もなくなってるのに払うんですよね。でそういったものがいくつかあるんで、経営者としてはですね、店を閉めた、会社を倒産したからといって責任が逃れられない部分もあるんですよ。例えば税金とかね、税金はね非常にひどい仕組みですよね。こういう時でもね、税金はね絶え間なく来るんですよ。なんとか配慮ができないものですかね。で持続化給付金とかも当てにするところはありますけども、結局あれにもね課税されるわけですからね。でしかも持続化給付金の金額もそんなに、ね、大きくないんですよ。もちろんね入金いただいた時はありがたいし、それをすぐにねいろんなところに使えるんで首の皮一枚ってところはあるんですけども、数ヶ月後にやっぱりね税金の支払いとか来たりとかするときに、またそれはそれで借金でもしないと払えない状態になって、いよいよ返済の自転車操業になるということですね。業者さんでしたら待ってくれたりするんですよね、中小企業同士。ところが税金で暮らしてらっしゃる方はぶん取ることにね何の躊躇もないと言いますかね。でしかも税金のその支払いとか調査ってものすごい手間かかるんですよね。めんどくさいんですよ。で業者間のやり取りでしたら本当スパッとしたものなんですけど、早いんですけども、税金ってのは何なんですかね。事業者としては真面目に払ってるつもりなんですけども、まだこれがまだ申告されてるかどうか分かりませんので、確認して計算してまた連絡してくださいみたいなね。でいろいろ計算して確認してやった挙句、あの税金の方ではね、税務署の方では税務署の方で計算してるのがあって、これですって出されてきたら、それで全部自分で最初から計算するみたいな話になっちゃいますよね。でここは皮肉の話なんですけども、税金払うほど儲かってない時っていうのはね何の請求も来ないんですよ。でも儲かりだしたらすごくねそういうのが来ると、しかも大きく儲け出したらまだあるんじゃないのみたいな感じで、払えば払うほどもっと払えみたいなね疑いかけられるみたいなことがありますよね。皮肉な話ですよね。はい、じゃあ今回は以上です。ありがとうございました。